初心者はネットフリックスの株を買っとけば間違いないですかまあ割と手堅いとは思いますけど、ただもう上がりすぎなんじゃないですかね。あのテスラとかネットフリックスとか、ちょっと上がりすぎ感があるので、そのネットフリックスはあの事業としてはずっと伸び続けると思うんですけど、じゃあその株価が果たしてその買った時以上の額で売れるかどうかっていうのはまた別の話なんじゃないかなと今の状況では思います。